のがでかい。なんでだよ。気をつけろ。気をつけろ。気をつけろ。ここで今青と赤で表示されてる人はインポスターね。日野の二。そういうこと。闇の。青い方が黒なんですよ。青い方が黒。分かりづらいあれマジで最初。どういうことどういうこと。なんか青い青を二人。青色で。そう。クルーロ赤六人みたいな話になる。文化が違うな。なんか赤と青と黄色と緑と。いずれわかるから。面白いな。あ、石炭入れます。石炭入れます。石炭入れます。早く。はい。拾ったり動物買ったりします。石炭入れた。どんどん進めまーす。じゃあ僕本借ります。誰か操縦してる？してる。俺がしてるよ。ナイス。楽しいこれ。寒かったらこれ飲んでいいよ。お茶置いといた後ろ。ありがとう。後ろにこれお茶。受験期間中のおかんじゃん。確かに。ありがとう。お茶飲むとね回復するから。ありがとう。受験期間中のおかんおもろいな今の。あ、座礁した座礁した船座礁した。影丸インポスターだと思います。はい。影丸が操縦してる時に船ぶつかりました。これだけは伝えときたい。なんか木のあれが箱があれば壊せるんだけど。あー骨の鍵がある。欲しい。そこも壊せないな。できれば青髪。あ、やるやる。やった。可能ではバッ川取ってバックパックですね。あ、川じゃあ僕生川あります。僕あと1個。どうですか。あ、僕もう1個ある川。ね、まないね、私ゼロです。あの剣だったらあの倉庫に置いてきた。あ、オッケー。僕も油とかあるから多分いける。オッケー。お肉も5個あるわ。あ、すごい。めっちゃ回収してきた。じゃあ戻りましょう。あ、とりあえず穴塞ぐわ俺。あざーす。お願いしまーす。エリタンとリュウ。エリタンとリュウ。進めて。あ、今穴塞いだ穴塞いだ。やってればいいです。やってればいいです。5桁目6だったので、慌ててきました武器庫。本当に人狼いるんかこれ。私これ飛び降りて物を集めたりしてきた。ミートシチュー作ってる今。これ前大丈夫か誰か教えて。あ、全然聞こえねえ。あ、俺ごめんなさい、あのピカグラさん俺カバン作っちゃったわ。ちょっと左行って。オッケーオッケー大丈夫。ちょっと左。しょぼさんしょぼさん。はい。そこのドア入らない方がいい。トラバサミがある。あ、マジで。うん。右。これね。どうすればいいのかな。もっと右。石投げるわ石。あ、オッケー石投げたら回収できた。石で反応。トラバサミ置いてる人狼いるわ。いるいる。どこに？あ、でもトラバサミ解除しといた。夜だからゆっくり行かないと厳しいかも。夜だからちょっとゆっくりめでいいよ。はーい。そのまままっすぐでも全然大丈夫。オッケー。とりあえず前だけ押してる。え、ゼルク君何してんのこれ。なんか俺毒なっちゃった。毒？誰か毒入れたんじゃない？注射器の中に。ゼルク君俺にゲボ吐かないで。俺なんかずっとゲロ吐いてる。あ、オッケーオッケー。ストップストップ。ゲボ見たい。どこ。俺ずっとゲロ吐いてる。うぇー。チャレーラー。ゲボ吐いてくればよかったじゃん。死ぬんすかこれ。俺なんかずっと毒なんすけど。ゼルクどこにいん。ゼルクどこにいんの。死んだ。ゼルク死んだ。ゼルクどこにいんの。手遅れか。俺もなんか死んじゃいました。だから、え、だから今どこに乗ってゼルクは今。俺も捕まって捕虜になりました。捕虜。捕虜か。あ、もう完全に。じゃあピカクロスさんあれだよ。ピカクロスさん鍵持ってるはずだから。俺もある俺もある。あ、オッケー。俺のキャラはね、スコップと鍵を1個ずつ最初持ってる。なるほどね。プラスで2個ある。なるほどね。はい。え、誰か誰だ誰がやばい。でもピカクロスさんはやってる気もするんだけど。ピカクロスさんじゃない一人なの。なんかや
あんま仕事してない気がする、ピカクロスさんが。なんかピカワイズが黙ってずっと。そう、ピカワイズ怪しいよな。怪しくないよ、怪しくないよ。ピカワイズちょっとこの一回やって、ピカワイズ一回。ちなみにね、そういうことを言い始めるチョボさんが一番最初に。待って、俺も毒だ、俺も毒だ。ゼルク、ゼルク？え、俺もゲロ。え、俺ちなみにナルさんとずっと船離れて素材取ってたから何もできないよ。解毒剤とかないのこのゲーム。俺ずっとあれでゲロ入ってます。スタバイさんが何やってんだ。ね、部屋狭い、部屋狭い。解毒草となんかやばい。解毒、解毒、解毒必要、解毒必要。ママー、草さんとなんかで作れるから。解毒、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 解毒。下僕下僕剤、下僕剤が必要。おえー、ちゃんとドア閉めないと寒いよ、みんな。ドアちゃんと閉めて。レシピが分からんのだが。おえー。アセノレンスイピテ。僕もアイテム全部使いくもらいたい。お肉は結構入ってる。すいません、もう死にます私。え、どうしたの？何？ゲボゲボ。めっちゃ入ってて臭っ。毒か。え、毒効果すごいな。毒効果すごいなっていう感じ。回復したこれで。おい、絶対ちょっと。おい。ワイズことないよ。ワイズ殺す一回。俺ちょっともう俺道連れするワイズさん殺して。いや俺道連れするワイズさん殺して。ほら無抵抗でしょ、俺無抵抗でしょ、これしょ。いや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 、俺は絶対さ、ワイズ殺す、ワイズ殺す。俺何もしてないもん。ワイズ殺す、一旦ワイズ殺す、一旦ワイズ殺す。ナルさんが証明してくれるって。助けて。かわいそう。許せ許せ、助けて、俺も死ぬ。開ける開ける開ける。でもこれは助けて。だから。まあでもお前ら二人はしんどいてもろって。朝になったら私たちと責任取るよ。ああ。大炎上だ。マジで違うから、俺閉じ込めてくとやばいよ。まずショボさん死んでるよ。集まんないよ。ありがとう。でももうショボさん死んだから。助けてくれ。いや俺はワイズさんを殺したんだ、毒をもられたから。あ、ちなあのさ、影丸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 、あのボイラーの奥のチェストに鍵が1個入ってるから助けられる1人。あのしょぼすけさん以外、俺の死体調べて、鍵2個あるから。あ、調べました。うまいこと使って、どこに誰がいる今。ちょっと待って、あのさ、だどうする、誰を助けるべきだこれ。そうそうそう、俺怪しいもん作ってないでしょ別に。あの今判断任せていい？石炭取ってくるわ。俺ピカクロスワイズだと思ってる正直今。え、でも俺これスキル使えば抜け出せるんでしょ。C ボタン、そう、 C ボタン、ね、C ボタンで抜けれるから。ショボさんに言うんだったら私トラバスのこと言わねえぞ。まあ、確かにそうだな。でも確かにそれはそうなんだよな。いや、ナルさんに証明してもらえるんだって。いや、ナルワイズだ、ナルワイズ、ナルワイズだ、ナルワイズ、絶対ナルワイズ。いや、違う違う違う、ライン繋げてる、ライン繋げてる、それ。じゃあ、ナルとワイズずっと船に毒仕掛けるタイミングなかったでしょうって。いや、じゃあ分かった。俺と、じゃあ俺とワイズさん両方ともローヤ入れといていいわ。俺とワイズさん両方ともローヤ入れとくのが一番。両方入れといて。うん、それで1いけるか。でも、とりあえず、違った時、終わるよ。それはそう。いや、でも、俺傷つける理由がないんだって。だから、しょぼすけさんは当たりだって。大丈夫、大丈夫。ただ、単純に毒食らったのが、毒仕込んだ人間じゃないから、ゼルク君と俺としょぼすけさんは、3人いる時点で誰か1人確実に濡れ衣だからね。これ誰だ、ゼルクさんかな。え、違う違う、なになになに、なんかやり合ってる、なんか切ってる音してる。いるじゃん外に。誰よし、ありがとう、かけて、ありがとう、スナッパイさんやったぞ。オッケー、じゃあ俺助けて俺を助けて。待って、まだわかんないからダメ。ちょっと待って、でも船沈むって。俺白いじゃん絶対。待って、スナッパイ、待って、スナッパイさんどこ行った。スナッパイさんどこ。いや、スナッパイさん抜けたと思う、透明で。え、抜けれんの、倒したよ、だってでもダウンさせたよ。いや、そうだ、ダウンして復活した後に幽霊で抜けたんじゃない。そう、ダウンして透明になって牢屋まで来たら透明、あの透明から抜けれるから。あー、そういうことか。石炭回収、石炭回収、石炭回収。これ面白いな。
石炭回収してきた。石炭回収してきた。下僕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 。進める俺。怖っ。ワイズ白いから。ナバイさんの声したぞ今。はあ怖っとか言ったぞ。バカバカしい。でももう一回殺せばもうスポーンできないから、もう一回殺せば、ね、ちょマジ影丸助けて、本当に影丸助けて、影丸さんも捕まってんじゃないの。エボシエボシもいない。あ待って、確かにあのトラバサミエボシがいたかもしれん。エボシスナパイだ。エボシスナパイかもしれん。マジでリアルに。じゃあ俺白いじゃん。痛い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 。やり返せやり返せ。やってるやってる。アッカクロスがやってる。ゼルクさんも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 。マジ？ゼルクさんもマジで？嘘でしょ。ゼルクさん、ゼルクさんだったの？バカめ！危ねえ！オッケーオッケー。先に先に。危ねえ！ゼルクゼルクピカクロスゼルクピカクロス。助けよ助けよ。じゃあワイズさんと俺と両方とも。ピカさんは白い。お前両方白かよ。違う白だ。助けてくれ。急げ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 。ゼルクスナッパーだから白いって言ってたじゃん。白同士でやり合ったじゃん。ごめんってごめんって。あーだよ。僕はどっちも信じてましたけどね。白いって言ってたよ。嘘つけよ、ずっとゲボクゲボク言いやがって。助けてるのこれ、助けてるこれ今。助けて助けてる。ゼルクくん。いやよかった。違うんだけど。疑わなくて二人とも。よかった。やっぱしょぼそ。え、ゼルク絶対。ゼルクくんは違う、うん、違う。いや嘘だね。ゼルクさん、ピカさん殴ってたから。待って、わからんわからん。でもゼルクさんはスナパイさんを、うん、カゲピと追ってる時にめっちゃ後ろから殴ってきてた人です。殴ってない殴ってない。赤い服スナパイさん倒れた後にそれを倒したピカさんを殴ってたよ。じゃだってあれだよ、ゼルク今最後スナパイさんって言ったよ。確かに言ってた、確かに言ってた。スナパイさんとは言ってた、マジで。ちょっと待って、あの自分でベッドに上がれんのこれ、瀕死の時。上がれます。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。上がんな、こいつ上がんなって。殺さないと。自己回復してる。なんで俺、俺ほんとに何もしないんで。殺せ殺せ殺せ。痛い痛い、やめて、痛い痛い。よし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 。下での戦いの血がさ、上の床に反映されるの何これ。あ、ちょっと穴塞ぐ穴塞ぐ穴塞ぐ。石炭もったいないから急ごう。とりあえずあの前まではくっつけるんで穴だけ塞いでください。あ、外でずっと走ってるやついるんだけど、あれあれ多分エボスさんだよね。そう、エボスさんエボスさんエボスさん。ない配信とか関係ない。穴塞いだ穴塞いだ。ここでいいの？ここここ？もうちょい先じゃねえか？いやあのね、ひょでっかい氷山がある右側に、あの灯台の右側の、やあの氷だね。これか。もう止めた方がいいかも。もうそろそろ止めた方がいいかも。じゃあニトログリセリン見つけようぜ。あのさ、倒しに行こうよ。あのニトログリセリン多分クマいるからさ、倒しに行かないと。オッケー。ベアトラを作ってからの方がいいの？あ、ベアトラ作ってます今。あ、ナイス。いや、ベアトラ今3つ作りました。どう、ワイズさんこれ。はい。流行ると思いません？ちょっとグロいけど。そう、グロさの部分だけどうするかっすね。なんか5話キャンセルみたいなやつあるといいっすね、コマンドとかで。そうっすね、あるとすごい。血をピンクにするとか。そうね。それあったらめちゃめちゃ調べてみますわ。ゴアキャンセル。だから多分ね、武器の暗証コードだった。あのアーリーアクセスだから、要望出したらストーリー。あ、やばい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 。出す出す出す。いる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 。俺がこれ。あ、いってー。やばい。青柱だ青柱。影丸こっち、影丸こっち来い。あ、死にました。あ、はい。え、待って、追いかけられてる。え、これかかってんの？いや待って、逃げよう逃げよう。あ、でも逃げちまおうぜ。やばい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 。やばい。あいつはもうダメだ。かわいそうだ、逃げよう。この中にあるんじゃないですか、グリセリン。いけそうな。これじゃないこれじゃないこれじゃない、これ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 。ある？あった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 。いや、ちょっと土台の中入ってみよう。あ、俺これゆっくりしか移動できない。なにそれなにそれなにそれ。これニトログリセリンです。ニトログリセリン。白クマいるから気をつけてね、下に。あ、やばいやばいやばい、走っちゃったから。まずいまずいまずい。
逃げろ逃げろ逃げて逃げて逃げて、エボシ逃げて、やばい、エボシエボシ、ごめん、エボシ、これニトログリセリン持った状態で走ったら爆発するわ、うん、そんなのあるんだ。いや俺エボシさんを殺してしまった。あ、じゃあ無限に取れるんだ。あの僕鍵落とすんで。あ、じゃあほー、多分ここに置くんすよ。あ、これどこでもいいんすかね。多分いいと思います。はいはいはい、これでで、投げる。あ、いけるいける、多分多分火ついてると思う、これ今。こういうこと？なんかグリグリいってるから。あ、火ついた、火ついた。逃げて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 逃げおー、ありがとうございます。あざ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 ます。まさか。あざます。うち。あ、前見て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 、誰か。あ、進んでる。前見て。もうあとゴールするだけだ。やった。なるくん。あ、なるくん。急いで。なるくん急いで。あ、なるく死んだ。なるく倒れた、なるく、なるく、寿司三昧、尊い犠牲の上に俺らは立っているんだ。バイバイ、勝ったんじゃない？バイバイ。あ、見えなくなってくる、あ、もう見えない。頬上げろだって。頬上げろ、頬上げろ。頬ってどこに上げんの？バイバイ、声が遠くなってく、声が遠くなってく、やったー、なるほどなー、おーかっこいい、これかっこいい、かっけー。探検家もちょっと怖い、おもろいですね。おもろい、これは。いやー、くっそ、負けちゃったんだよな。じゃあ、ディスコード戻りますか。すげー、はーい、はい、おもろいなぁ。ボクシー S って書いてある。なるほどね。ボクシー S。なるほど。でも最初の頃はこれぐらいの難易度でやった方がいいかもしれないですね。そうっすね。そうっすね。俺評価 S だったわ。S5。いっぱい殺したからかも。ここ。ここ今バチャバチャ。12分のあたりすごい。12分のあたりでバチャバチャすごい。え、ちょっと待って。最後のやつ出なかった。悲しい。あのね。地図開いて過去のなんか後悔を見るってやつでもう一回見れますよ。あ、本当？地図開いてなんか中央下あたりには出てる多分。これね、真っ黒な画面だから一回切断しなきゃいけないやつだ。本当だ、 S だ、すげえ。俺なんだろう、俺船長 D プラス。あ、見れた。ボクシー、ボクシー S じゃん。だ、多分あれだよ、2人殺したからな。あ、殺したし助けたからか。あー、なるほどなるほど。いや、これでも、いや、レイボシさん爆破で殺したとこめっちゃ笑っちゃったな。やばい、レイボシさん、あれ、よかったな。やった人と合流できたと思ったら爆殺されてました。あ、そうだ、やっぱマップ開いたら下に前回の探検ってのが出てるんで、それで見れる。おー、やったー、エスさん。